こちらも見やすいです。どうだろう。髪の毛、髪の毛微妙、髪の毛微妙。ちょっといろいろ突っ込みたいものがありますが、ちょいいろいろ微妙だね。こんばんは。配信始まってすぐお仕事モードして、終わった。40、これで終わったのか。36は36はして、32、迷う、めっちゃいろいろ迷うな。30はした。むずいな。お、シギタンから尊いありがとうございます。尊いいただきました。こんばんは。お仕事モードしてて、いろいろ難しいな。次にアドバイスもらいたいけど、ちょっとアドバイスもらうのはできないもので、難しいな。まずこれはこちらで、で作業配信です。むずいな。私そんな猫背、もう本当に猫背、どうすればいいんだろうって思うくらい猫背じゃない巻き型。多分ね、私寝るときにこんな感じで寝るのよ、横でキューって。しかも特に右左じゃなくて両方、今日は右、昨日は左みたいな。だから両方巻き型です。私まっすぐじゃ寝れない、もう横、右か左か意識するしかないね、これは。うわー、でも逆に選手の方がいいかもしれませんが、首がね、体の悪すバランス悪すぎ自分。どうしよう。おお、これかな。あ、オッケー、一応復習して、そしてもろもろありすぎで
いろいろあるから。おー、あった、はい、あった。あー、どうだろう、小豆喜んでくれるならいいけど、どうだろうな、小豆の好み、それは好みだね、みんなそれぞれの好みで。あ、待って、これもう一旦、微妙、今日はもろもろ微妙、いろいろ微妙だね。丸くなってる、まちゃりん、かわいい、好き。丸くなった、あら、今日は痩せたって言われたのに丸くなったか。私本当に日によって変わるのよ、自分もめっちゃ思う。本当に日によってコンディション全然違う、日によるか時期によるか。あー、なんか微妙、全部微妙、最後のなんかすごい微妙だね。今日の前髪の調子も悪いし、あ、どうしよう、ないない、なんか、ないないな。一応頑張ればその一枚かな。はあ、どうしよう、結構でもね、今日の撮影全部大事だけど、強いて言えばこの一枚かな。で34切って、うん、そうするしかないな。あー、どうしよう、今日撮影した写真を選んでるの。そう、データももらった。早くない？ありがたい、めちゃめちゃありがたいけど、にゃんにゃんにゃん、ありがたいけど、ありがたいけど、今日
の自分のコンディションそんなにめっちゃいいなわけではないからちょっと迷うな。これじゃない？どうしよう。迷う。一応期限が、あでも一個はもう期限すぐ欲しいのはもう出した。いや他は期限がでももう一個も多分今週くらいかな。今週くらいでもう一個はなるべく早めにって感じ。むずいな。こんばんは。こんばんは、こんばんは。選んであげるからモバメで。それはちょっと難しいな。あと1週間？あと1週間か。ビレバンのエプロン知ってる写真神なんだか。神？そんな優しい。ありがとうございます。神って言っていただいて。そんなそんなそんなよ。なんか横毛が足りなくて気になってた。ちょっと気になってて。横毛足りないやん。そう、あと1週間で本名とお別れに。私は別れないけど皆さんにとってね。あそう、それとね、昨日アンケートしたけど、昨日のアンケートがね、昨日のアンケート、おままちゃりのね、まちゃりの漢字をいつもどうやって打ちますがって聞いたら、
コピペか一文字一文字か iPhone の予測変換か、そもそもひらがなしか書いたことないって。アンケート面白かった。本当なんかね、コメントめっちゃ多かった。コメント100以上もらった。びっくりした。コメント100以上もらったのはほとんど珍しいよ、私の投稿は。たまーに、たまーにしか。ひらがな派、おーほ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 ー。でもね、 iPhone のマチャリンで書いたら漢字のマチャリン出てくるよ。もうね、辞書に登録してくれるんだって。コメントはひらがなのマチャリン派、おーほーほー。後から出てきた5の辞書登録だったそうなの。コメント見て、え、登録してくれてる人が思ったより多くて、なんか5を足したけど、そう、一文字一文字は1になった。でもね、って言ってもコピペ一文字一文字、予測変換、この3つそんなに変わらない。そもそもひらがなしか書いたことない、もうそこまで低くない。ま、辞書に登録してるのもね、いらっしゃるので、どっちが多いかわからないけど、マチャリンで辞書登録してるけど、マチャリンって打つ前に出てくるありがとうございます。ま、だけでまったけで出てくる。なんかね、お仕事上ね、あの今日2回目言われた、マジで解明するなーって。今日はね、グッズの、あのいつもパミのグッズを作ってくださってる方も現場にいらっしゃってて、なんかね、パソコンマチャリン打ったら、もうマチャ漢字のマチャリン出てくるから、ようやくこの子がマチャリンの名前覚えたのにって言われて、え、待って、2回目こう言われたのは2回目だった。パソコンマチャリンって打ったら漢字のマチャリン出てくるから解明するの寂しいってこの前も言われたことあって、で今回も今日2回目、さっき3時間前2回目言われましたパミグッズのね、いつも売っててマチャリンって言ったら、あの漢字のマチャリンが出てくるって。解明するんだ。あ、はい、そうですあら、待って、一個ね、思った。なんで急にさっきコメントね、丸くなったってコメント来たんじゃないですか。わかった、今シクセースで配信してるから15プロは真ん中だな、めっちゃシュッと見えるから15プロが細すぎ、自分じゃないもん今は。ほんとに、あ待って、だから丸くなったって聞かれた。なるほどね、あ、これは本当のマチャリンです。あー、姿勢のこと、あ、顔のことじゃなくて、あ、顔のことじゃなくて姿勢のこと、あ、それは前から丸いずっと、あー、背中のこと、あー、背中のことか、ごめん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 、顔のことかと思った。でもね、15プロで配信してる私より全然丸くない、顔。うわうわ、これが現実か、うわー何の話、あ、そうそうそう、解明する。いやー、このパソコンね、この子はね、やっとマチャリの名前を覚えたのにって言われた3時間前ね、言われたのは2回目、2回目言われたわ。変わらないかと、
顔今両方の話、顔の話と名前の話一気に話しちゃってるからどっちなんか分かんなくなった。今日の前髪の調子悪いよ。正面はまだいいけど横はめっちゃ悪いよ。あ、待って、パンダ丸さんからめっちゃ可愛い、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、譲り派の方 も覚えてもらわないと。寂しいのは寂しいのよ、解明。あー、やっぱ昔からのね、あずきからしたらどうして解明するの。名前を日本語読みにしたいです。今の名前だと馬カレになっちゃってるじゃないですか、バカレみたいな日本語読みにしたいなってずっと前から。これは最近急に、あ、解明しようみたいな感じじゃないよ、めっちゃ前よ、3、4、5年前くらい。でもね、結局ね、ちゃはね、みんな読めない。譲り派って書いて、ちゃって読む。でも読めないよね、それ。譲り派って読めても、ちゃって読まないよね。読めないけど、一応、ちゃって打ったらって出てくるよ、あの文字は。ちゃっていう読み方にもなってるので。そう、ちゃは読めませんよね。だからまあ自分もでもそうだったらどうしようどうしようどうしようって なったけど、とリンはね、リンはもともとは本当にリンにしたかった。今は一応レイになってるじゃないですか、まあ本名だけどレイになってるから、それはね、もともとリンの文字出したのね。どのリンにしようかすごい迷ってたけど、発表6日前に発表6日前に事務所でこの話をしてて、でどうしようどうしようって、本当に解明するかどうかも自分迷ってて、じゃあ解明しないのもありじゃないみたいなこと言われて、いやでもやっぱずっと前から日本語読みしたいからどうしようどうしようって。あ、そうそうそう、ちょっと待ってね。あ、全部違う。リンはね、てんてん、ちょんちょんって書いて書いて、下がね、1、2、3、4、5、こっちです。平和の和の左。右下はね、令和の和の左。もともとそのリンにしたかった。でもこのリンはこの示すのリンに似てるじゃないですか。それも似てて、それもややこしいだし、このリンにしたらなんか全部の文字が書き順なんだろう。文字数が書き数がめっちゃ多いよ。一旦打ってみてください。書き数がガスっていうんですか、画数全然違った、画数がめちゃめちゃ多くないですか。それもややこしいだし、どうしようどうしようってなって、マネージャーさんが最後のリンを残したらってアドバイスしてくださって、でもこのレイじゃないですか、リンじゃなくてレイってレイじゃないですかって、でもこれリンでも読めるよって言われて、そっか、確かに、あ、画数確かにリンって打ったら出てこないけど、ナイス、言うの本当本当、でもリンじゃなくてレイだけど読めるよ。一応それも
これリンで読むんだって言ったら、ああなるほどねってなる。ね、待って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 、ちょっと待って待って、ねえめっちゃ中二っぽい、あのジャはジャはジャキジャジャキのジャって書かないで。もう闇魔法使いそう。闇魔法ね。そうだね。だからリンを残したらってアドバイスしてくださって、そっかってなって、確かにレイだけどリンでも読めるっていうのも確かに説得力あるな、レイだけど。そう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 、リン、さっき言ったリンね、にするとマチャリンみたいな読まれそう。まあでも今もそうだけど、今もマチャ様とかマチャさんって言われるけど嬉しいけど、なんかあのね、後輩にマチャさんって言われたのが可愛くない？え、でもね、それもね、シンプルな質問だけど、それって私の名字をマチャと思ってるの？っていうシンプルな質問。どっちだろう。嬉しいならいいやん。まあね、そう言いやすい。マチャさん、マチャリンさんはちょっと長い。マチャさん、あ、かわいい。ゆきたんからなんて呼ばれてるの？マチャリンさん、マチャさんって呼でくれる人はマナカちゃん。なぜかマナカちゃんと、え、なんかもう一人にもたまに言われる気がする。誰だろう。マーさんはちょっと変かなって思ったのかな。マーさんと呼ばれたくないかも。なんかまあどうでもいい場所ならいいけど、表とか周りの人にマーさんと呼ばれたくない。エゾモンさんからラリッパーいただきました、ありがとうございます。エゾモンさんいつもありがとうございます。後輩ちゃんたちマチャリンをどこで切るか一回聞いてみたい。うん、私もちょっと気になりますね、これは。ドラには本名呼び捨て、そう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 、近いし。私もドラには私の先輩だよ。ドラに先輩でしたけど、みんなあのさん付けじゃない、みんなタメ口だし、私より先輩だよ。やっぱり私はマチャリンさんで呼びたい。いつもおっさんいらないよって言われてるの。じゃあいいよマチャ。でももうちょっと違い距離になりたい。ああどうしよう。まあでも好きなように呼んでいいよ。リンさんって呼ぶのはと、ねちょっと抵抗ある。リンさんと呼ばれるのは抵抗あるな。ちょっとリンちゃんなら、役、リンちゃんの役2回来た。2回リンちゃんと呼ばれた。でリンさんなんで嫌かというと、嫌っていうか、昔初期の頃そのスタッフさんの中にリンさんという方がいらっしゃってて、かぶっちゃってるじゃん。なんかリンさんと呼ばれたくないかも。うん、かぶってる。
自分じゃないと思っちゃうので、マジャリンさんでいいよ、ちょっと、うん、いいよ、好きなように読んでください。卒業したかと、つい、うん、あと1週間うん、あ、確かにリンちゃんと呼ばれたらね、岡部リンさんのこともうリンちゃんと呼ばれてるもん。マチャリンさん、え、かわいい、あ、かわいい、どうしよう、あ、キュンキュンメモ元がバッチ、あ、やっぱわかる、今日撮影、あ、待って、聞いて、すごいこと言うよ。昨日の朝ダラダラしてインスタ見て、パッてコスメの、コスメを紹介する、コスメっていうか、うん、紹介するアカウント見て、このホットピューラすっごいいいよみたいな動画見て、え、すげえ、こんなに上がるんだ、まつげ、すげえってなって、 Amazon 検索したらパッてすぐ出てきて、パッてそのまま注文して、で、その昨日の夜届いた朝、あれ欲しいな、注文して夜届いた。すごい時代だね。で、今日撮影して使った。でもね、まつげが短いのよ、私まつげ本当に短くて、うん、なんかね、今時の子みんなまつげ綺麗じゃない？美容液とか使ってて、みんなまつげ本当に綺麗だなって、本当にどうしてもなんかね、なんかホットピューラーもそうだし、パツマツパもそうだし、まあこれ男性どれくらい分かってくれるか分かんないけど、ふーさんからお星様ありがとうございますもそうだし、でもね、結局さ、お金あまり使わないようにしよう的なことを言ってたような、いやいやいや、これは自分への投資。結局さ、どれくらい松っぱして、もうどれくらいすごいホットピューラー使っても、あ、待って、パンダ丸さんから大好きありがとうございます、ありがとうございます。どれくらい頑張って上げても、まつげ上げても短かったら意味ないじゃん。どれくらい上げても短かったら結局ポッてなるじゃん。私が欲しいのはピュンっていう、今時のこのまつげ。昨日ね、新曲披露披露あったじゃないですか。ズッキーのまつげは芸術品やんって思って、芸術品よ、もうすっごいと思って、もうあのつけまつげより綺麗やん、あんなまつげってね、短かったら上がるのがない、そう、なんかものがない、上がるものがない、そうなの。だからね、今まつげ、まつげ課金してるのよ今ガチでまつげに課金してる。なんか、なんで今時の子みんなそんなまつげ綺麗なと思う。まつげめっ、まあ課金してるね。ね、いつからかというと、卒業発表の前日卒業発表の前日。でもね、初めてマツパ行ったけど、結局さ、短いからそんなに効果がなくて、今超高い
あのまつげ美容液使ってる。あの前メイドランガじゃないわ、マジトキドキの共演者の子、メイドランガの時も共演してて、1年後めちゃめちゃまつげ長くなってて、まつげ美容液効果あるの、人による。私はやっとちょっと出てきた、ちょい、気のせいじゃないと思うけど、ちょい、ほんとちょい。でもあの本当に突然だけびっくりした、こんだけしかないの、あのネタ、あのお値段でこんなちっちゃいの。課金しますということで、今頑張って毎日あのまつげ美容液つけてる。中学生の頃まつげ抜いてたらそれなり生えなくなってなんで抜くの？使ってるの。でも私そこまで効果あってでない、ある程度ちょっと出てきたけど、ちっちゃい容器でめっちゃくちゃ高い美容液あるある。まあね本当に、あ待って、あ来た、にゃーかわやすひろさんから大好き大好き大好き、ありがとうございます。大好き大好き、いただきました、ありがとうございます。眉毛ってなく、眉毛は、何もしてない、眉毛何もしてないです。まつげの話、眉毛が短すぎて悩んでるとかそういう全く考えたことない。眉毛はそうだね、それはないけど、まつげはコンプレックスね。本当に今時のこのまつげなんであんな綺麗のなのって思う。だからまつげ美容液はまつげ課金してるね最近。2ヶ月半くらい、課金してる。眉毛は課金してない、眉毛何もしてない、ま、でも眉毛サロンとか最近流行ってるじゃないですか。それは、眉毛サロンって言ったらなんか整いすぎて、わかんないけど、やったことないけど周りの子とか見てて整いすぎて、あサロン行ったんだって思っちゃう。ナチュラルの方がいいなって思って、だからしてない。柿はまつげだけ、あーでもこの間髪の毛も結構課金した、ストレートパーマ。前回はね、今回2回目、1回目はメイドランカの前メイドランカの前1回行って、で翌日にみんなに美容院いたよねって言われた課金すぎてサラサラすぎてサラ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 ってみんなに触られた。あーすごい髪、え昨日美容院いたよねとか、行きました、あすいませんっていう感じだった。ねえ課金って言わないの、えじゃあ なんて言うの、美容に投資してる。それは課金ちゃう、うん、かあの金額は課金だね投資いいね。自分磨き、え、でもね、自分磨きという言葉は逆に使いたくないかも。ごめん、
それはちょっと抵抗あるかもしれない。わかんない、私の感覚かもしれないけど、磨き、自分磨きって言ったら内面の話になっちゃう、自分の中で。本を読んで自分磨きして、勉強して自分磨き、美容院行って自分磨きって思わない、全然全く。どうだろう、私の感覚、感覚なのか、それとも言葉なのか、それともうちの家庭の教育なのか、わかんないけど、磨きっていう言葉はなんだろう、ダイエットはもう自分磨きと思ったことない。どうだろう、これ言葉の違い、価値観の違い、どっちだろう、わかんない、ごめん。マチャリンが一番お金かけてるってのって美容、コスメ品、それともお洋服とか、それとも別なもの。超リアルなこと言うよ、リアルすぎて、どうしよう、この話してもいいのかな、超リアルな話するよ、ガチのリアルな話するよ、幻滅しないでね。一番お金に使ってるのはやっぱそれしかない、家賃です。家賃以上使ってるものがありません。以上です。現役 AKB メンバーの中でおそらく一人暮らし歴一番長いのはアタクピです。そうじゃない、私より長い一人暮らしの、一番の大先輩はちょっとわからないんですけど、以外はいないよ、私より。ネタだったのか、現実現実です。必要経費じゃない、経費じゃないよ、自腹よ自腹という言い方もちょっと違うけど、と税金ね、健康保険、そうだよ。現役、この前も先輩とこの話して、現役メンバーの中で一番一人暮らし長いのは私。確定申告。でも最近本当に忙しくて、だから本当に3月にならないとできないくらい忙しいよ今。2週間もないくらい、1週間でできるものなのかな。はい、一旦それを話を別にして、なんだっけ、何の話、確定申告、胃が痛くなってきた。はい、なんだっけ、何の話、必要経費、そうだね、家賃。いや、他の話しよう、なんか悲しくなってきた確定申告手伝えたらいいのに、優しい。まあ1週間以内できます、1週間以内できるもんですかね。でも最悪の場合は、ね、その必要経費はもうなしでいいやっていう気持ちで、もうとりあえず
資料出す。もうそのレシートとかも間に合わなかったらもう大丈夫、もうとりあえず出さなければいけない資料を出すっていう。確定申告青白、簡単なのはどっち？簡単の方、簡単の方にしてる。保険や医療協調、それは医療費払った場合ですか？いやいや間に合わせましょう。いや控除、控除、どうしよう、本当に怖くなってきた。こんなにちゃんとしてない私。1年がいくら使ったか、もう去年は使ってないかも、病院行ってないから。じゃあゼロで大丈夫？ハージャンにまだ何も聞いてない。やばい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 。そう、何も病院行ってないからそれはゼロで大丈夫だよね。サトルさんからお星様ありがとうございます。医療費控除は10万円以上だから、病院嫌いなマチャリンは、あ、じゃあ なしで。あ、自分で買った薬代も、でも薬も買ってない気がするけどな。市販でも、ほうほうほう。健康診断、あ、なるほど。でも10万以上じゃないとってこと？健康診断で10万円かかるの？去年と同じように作るのが一番早い。去年までは税理士の方にお願いしてた。ずっと今まで8年間ずっと。ちょっと難しい話だから、あ、救世主来た。今本当に確定申告の話したくない。まあ3週間後の自分は、でも今の自分をぶん殴りしたいかもしれないけど、ちょっと難しい話だから一旦今日食べたご飯の話とかします。好き、救世主来た。編集点作った。皆さん今日何食べましたか？私はね、今日はね珍しく言えてる前、一回言えてた。基本言えてたらもうそのまま言えてて、で全部の用事終わってから家帰るのね。でも今日はちょっと合間時間欲しいし、一回家出て申請しなければいけないものがあって、それを申請してから家に帰ってメイクする予定だったのね。ミルフィーユ、ミルフィーユ鍋。おお、あ、これか。おしゃれ、いいな。野菜炒めを食べました。健康です。白菜と豚肉の薄切りを重ね合わせた鍋、好き。
痛め。今日はそうだね、課税証明書と納税証明書を申請しなければいけないんで申請しに行って、ちょっとだけ遠回りして普段あまり行かないスーパーに行って痛めで、焼き芋売ってたから焼き芋買った。やっぱり税金の話戻る。違う。もう焼き芋久しぶりに食べた。あ、今日 X に載せた写真はね、親と一緒に音に撮ってもらった。音有能ってコメントしてください。音有能です。お母さん、いやお父さん、お母さん写真撮らない。お母さん写真撮る技術みんなに信頼されてないから、ちょっと申し訳ない。おとんにお願いして、3人で一つの焼き芋、超高かったよ。あの焼き芋超高くてびっくりした。もうちょっと大きいかと思ったら、そうでもなかった。本当に3口、まあ1個分ね、3口6口くらいで終わるくらいの、ちょっと本当に高かった。あ、エアウィズさんからナリッパありがとうございます。いただきました。確定申告いまだ手つかず、怖すぎる。今ちょっと本当にやばい。待って、私本当にこれから本当に忙しいから、 YouTube の編集もしなければいけないし。パンダマルさんから大好き、ありがとうございます。いつもありがとうございます。本当に最悪の場合、出さなければいけない資料を出して、レシートとかも無視するのはあり？一応法律的には大丈夫じゃないですか。別にもらったレシートを全部損するよ。いや、でも損するだけで法律を違反するより全然いいじゃん。間に合えば。言い方はあれなんだけど、今私の大雑把な性格はもう、いや自分頑張って節約するからってパッて出すと、健康保険って話？損しちゃダメ。私そんなところ本当にあるのね。例えば一駅歩いたら30円くらい、例えばそのこれくらいの距離で、これくらいのお値段で電車ね、これくらいの距離でちょっと30円くらい多くなる時あるじゃないですか。ならその一駅歩いちゃおうみたいなことになっちゃうね。30円節約したって思うけど、ポイントカード、その Tカードを貯めらない。そうなの、私節約するけどお得できるものはしないの。だからまあ損するよね。経費ロスはもったいない。まあそうだけど、そう、税理士さんも今忙しいし、税理士さんにもうお金かかるじゃん。ね、なんか分かります？一駅だったらとかスーパーに行って、例えばこのお肉
1200円、この肉800円、で量が同じだったら800円の買おうってなるけど、ポイント貯めらないのね。節約はできるけど、ね、やば、怖いよね。ポイント苦手なのもったいない。苦手じゃないけど、なんか登録はしてないまだ。歩くポイント貯まるアプリあるよ。うん、前の携帯ダウンロードしたけど、でも結局お金にまだなってなくて、で今の携帯使いえ、怖いよね本当に。だから本当にお金の計算できない。だから確定申告今またやってないの、ほぼほぼやべえ状態だから。もう本当に私の性格ね、最悪の場合はもうレシートなんでもういらない。もう期限内に出さなければいけない資料を出せば私はもう満足っていうことになると思う。そう、ちっちゃいところの節約はできるけど、例えば、あ、今日はそこまで寒くないから、まあ暖房つけるのはやめよっかとか、我慢し、ちょっと我慢したらいいかってなるけど、けどね、歩くとポイントたまるやつやるけど、開くのはそうだね、ほぼほぼ開いてない。まあね、同じというか、そうだね、 お金の計算本当にできない。正社員じゃない、自営業です。そうだね、歩くとポイントたまるやつ、バッテリー消費が激しくてやめたことある。個人事業主という立ち位置、そうです、そうだね。怖い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 。はい、まだ怖い話に戻っちゃった。一旦他の話しよっか。何の話する？現実逃避。配信する時間あったら確定申告やれって話だね。本当にごめんなさい。卒業プレゼント何かし、あ、今日はね、メールに書いたね、あずきから個人でお花送りたいけどってお話をいただいて本当に嬉しかったんですけれども、メールにもお伝えしたんですけど、そうだね、今回卒業ということで荷物がめっちゃ多いのよ。絶対多いし、そもそもフラワースタンド、スタンドフラワーもいただくから、スタンドフラワーの花も持ち帰りたいと思ってて、だからコーチンの花束だったり、この花お花のなんだろう、スタンドじゃないけど、そのお花、そうだね、ありがたいでめちゃめちゃ嬉しいですけど、
今回はなしで大丈夫です。個人でお花渡せるの？あ、はい、あの、なんだろう、その前の卒業あれも、卒業あれよ、あれよ、セレモニーセレモニーという言葉出てこなかった。卒業セレモニーとかもいただいたし、スタンドフラワーは持ち帰り不可じゃないかな、あのそのままポンって持ち帰るわけじゃないよ、ね、取って持ち帰るっていう意味でね、取って持ち帰るっていうことです。そう、抜いて持ち帰ります。その1個ボンって家に持ち帰るわけじゃないけど、そうだ、そうなの。だから個人のフラワーお花は今回は大丈夫です。でも自分も思ってて、あ、今回なしならじゃあこれからはお花いただく機会もね、めっちゃ少なくなるじゃないってちょっと正直思ったけど、今回はね、もう一個理由があって、それはちょっと時間経ってから言う、多分それ聞いて、あ、だからか、なるほどね、確かにってなる。もう一個理由があるのね、申し訳ないけど、もうちょっと時間ください。それなんで今言わないのも理由があって、ちょっと、そうなの、本当に嬉しいけど、花とプレゼントの運び屋必要ですか？いや、そこまでじゃないけど、お休み、そうだね、プレゼント何が欲しい、マチャリに似合うものかなと思ったら何でも何でも、感じです。気持ちが一番嬉しいです。大量のお花を飾る花瓶はありますか？花瓶一個でかいのがあります。一個でかいのまずは卒業公演当たってないとね。うん、そうだね、それは一番大事です。そういえばいつから花タイムなくなったのね、急に思った。でもね、私コロナになってから呼吸が本当に浅くなってきた。呼吸がね、オンデマのリバイバル配信って、私が選んだ配信のあれですか？マジャリンウィーウィーしくてかわいい。おお、卒業公演は98件を使います。ありがとうございます。ぜひパミのペンライト振ってください。ぜひぜひ。卒業公演外れてもロビーには行く。その時は郡司さんと一緒にモニター見ます。郡司さんってモニター見るの？本当に？見る？
見ないよね。え、わかんない。 え、考えたことない。そういえばマチャリン選んだ公演のリバイバル配信始まったんよね。本当に全部最近のにしたかった。オンデマ見れるようになったので行きます。行ってきますじゃない、行ってきます。あー言うじゃなかった。あーあー、ほぼほぼロビーにいないと思う。そうなんだ。え、どんな感じ？ロビーってどこにモニターあるの？その、え、どこに？ロビーってあれ？モニター何個あるの？え、いつもどんな感じ？え、ロビーって結構人いる？まあ卒業公演の時結構いる？モニターってどこ？え、結構大き、え、小さいモニター1個みたいな感じ？みんな一個小さいモニター見るって感じ？え、どんな感じ？え、全くわかんないけど、全くわかんないから誰かちょっと教えてほしい。ロビーってどんな感じなの？普段じ、放送か BTR 流れてるモニターだと思う。ああ、待って、それ存在は知ってるけど見たことない。え、それって上についてたあの小さい、え、そんなのあったっけ？あるの？の、ある、あります？それとも、あのじゃがいもの私見てほしくないけど一応入れときました。マチェのコメント、さすがです。本当に見てほしくないけど、でもあの見てほしい公演って基本去年くらい、だからチーム A 公演が最近の僕体感しかなくて、やっと人間になったけど、あのじゃがいもの自分も入れました。もし卒業公演当たったら初劇場なんですが、ちょっと不安で、そうなの？うわー、当たれー、当たれー。スクリーン1枚とモニター2体の好きなやつ見ればいいかと。最近変わったらすみません。え、結構そのロビーにいる人たちみんな見れるの？え、どんな感じ普通に。え、それってチケット持ってない人でも入れるの？ロビーに行けるの？チケット持ってない人でも。降りてくる？スクリーン降りてくる？ビンゴ抽選は間違いあって、ちょっと待って、楽屋にいる楽屋にいる。基本入れるよ。あ、そうなんだ。緊張する。卒業公演当たったら初劇場一緒。おわん、来て、本当に来てほしい。卒業公演当たったら初劇場、じゃあどこで私のこと知ってくれたんですか？でも最近本当に増えてて、めちゃめちゃ増えてて、それがそうだね、なんかね、この間も、まあ、インスタのストーリーに書いたけど、チケット持ってない人でも入れるというか、チケット持ってる人は中にいる。両方、あのチケット持ってなくてもロビーには行けるってこと？手がかからなきゃ。なるほどね。壁にスクリーンが降りてきて、そこにプロジェクターって打つ。あ、ってことはもう結構大きな画面になって普通に見れるってこと？なんかね、この間ね、まあ今いない
だろうけど、わかんないけど、インスタのストーリーに書いたけど、自分なんかね、嬉しいコメントがあったのね。なんかもう私のパフォーマンスについてめちゃめちゃ方、いろいろコメントしてくださった方がいて待って私は小学生くらいの頃にたまたま見た AK ビンゴでマチャリンさんを見て好きになりました。なんか急に自分おばあさんになった気がするもうついこの日来たか、小学生の頃ありがとうございます。大人になったね大人になってまあ好きになってくれて嬉しいです。ありがとうございます。小学生、そっか、ちょっと待って、え、そんなに、そんな、うわ、ちょっと本当におばあ、はあ、あ、自分も AK ビンゴからです。あー、そっか、だから、あ、AK ビンゴからだから劇場にいたことない。なるほどね。なんか年齢感、年齢感じさせちゃってごめんなさい、笑いやー、そっか、自分はもうこの年になったか。小学生の頃ね、ビンゴ出たところは、出たころは多分私、あ、19、20歳になったか。わ、汗、どうしよう、動揺隠せん。いや、でも大人になって、え、待って、手震えてる、どうしよう。大人になって私のところ配信まで見てくれて嬉しいよ。ぜひ劇場に遊びに来てください。嬉しい。まださっきの話戻ってもいいの、動揺しないでよ。いや、動揺しちゃった、手震えてる、どうしよう。何の話、そうだね、そうそうだね、めっちゃ嬉しいコメントがあって、めっちゃ嬉しかった、何度も読んだ。今いないと思うけど、そのアイドルのことが詳しくない AKB のメン、推しメンとかもういないけど、ただ劇場公演が好きで公演行ってるけど、そうだね、推しメンいないのに、なんかは、なんだろう、誰かのエネルギーになったなっていうのは、やっぱ自分で AKB を見て好きってなってエネルギーもらって自分もこの立場にいたいなってなったから、今自分のパフォーマンスが誰かのエネルギーになってて、それがやりがいだなって、卒業公演前の最後の公演でまたこんなコメントをいただいてめっちゃ嬉しかった。そう、推しメンいないのに劇場公演通ってる人、劇場公演が好きっていう、もうマチャリンは一流のコメディアンだね。いや、一流のアイドルかと思った、読んじゃった読んじゃったけどアイドルじゃないかい、おいマチャリンさんが言ったか覚えてないのですが、 AKB の皆さんがロケで行った高校に進学しました。ビンゴ、ビンゴ男子校、ビンゴの男子校、私ちょっと、え、学校行ったのはそれしかないかも。もう27か、ちょっと待って、出て本当に、あのね、聞いて、本当に、あの今 AKB のマネージャーさんの中でもしかしたらよ、自分より歴長い人2人しかいないかもしれない。で、1人が最初私チムピーに入った頃の担当のマネージャーさんだったのね。チムピーのマネージャーさんだったのね。で、この間ね、研究生の公演見に行ったっちゃん、私みんな知ってる体で見に行ったっちゃんとか言ってあの見に行ったのね。
で、やっぱね研究生ね、なんかねそのマネージャーさんもえなんでいるのみたいな、いやただいま恋愛中公演卒業前に一度見たくてって言って、あそうだね最初覚えた公演だもんねって言われて、あさすが担当覚えてくださってるなって思って、で最後挨拶して、どうしよう、すっごいみんなフレッシュな感じして、なんか青春の匂いがするとか言ったら、えマジリンさん永遠の待って今のやめて今のやめて、若い子たちの前で言わないで、ちょっと待ってと待ってってなった。本当にやめて、本当にやめて、汗もう本当に汗思い出の声ピンゴです。あーピンゴか、やっぱ嬉しい、嬉しい、待っていつもマジャリンからエネルギーもらってるよ、ありがとう、んーにゃーん、待ってやめてよ急に大パ恋愛中でどの曲を思い出深い、の、ね全部なの、自分もあこの声のこの曲見たくてとか考えたけど全部よ、全部だった、そんな全部だったのね。でもしーって言えば声高しーって言えば11時12分の初恋は、まあ、一番やっぱユニット曲だからね、ユニット曲だから、自分は卒業発表を公園で目の前で見たとき大切な時間だと思いました。卒業発表誰のアタピなの、違う方なの、コッコとエリちゃんと同い年、何歳、めっちゃ若いよね、16くらい、 14？ え若い、こんな若い子この時間まだ私の配信見てくれてんの、23時25分よ、いいの卒業してもショールーム配信する、うんするよ、もう今日ほぼ切って、もうこのルームそのままです。同じアカウントだね、ね、わ待って思い出話の話したらもう終わらなくなっちゃう、ありがたや何の永遠の話はもう大丈夫一
回でいいから実際に会いたいです。どうか卒業公演のチケット当たりますように。かわいい。いや卒業公演もそうだし、24の夜と25のお昼もあるけどね。まあでも25はちょっと難しいかもしれない。24は会えるよ。24、そうビレバンね、ちょっとね横浜になっちゃうけど、東京じゃないけど横浜になっちゃうけど、それでもよかったらぜひ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 。あ、じゃあそのままフォローしとく。え、今までフォローしてくれてなかったの？逆に絶対卒業くらいあって絶対な。本当に来て、本当に来てほしい。25日応募したけど会ったるんかな。どうだろう、それは私は何も知らないので。どれくらいね、落語も続けるの？落語やる予定がないです。イベント中でもないですが、まあいつか声かけられたら、かけられたらするけど、の声かけられてないからしゃない、しゃない。授業終わったので横浜でもどこへでも。本当？ぜひぜひ。なんかね、いろいろね、自分のスケジュールね、本当にいろいろ伝えるのが、一個一個はね、一応一個一個投稿は知ってるけど、でも最近ありがたいことに本当にいろいろありすぎて、固定ツイートは、固定ポストはもう卒業発表の今知ってて、だからね、X のこのリットリンクというものがございまして、ここに何月何日これを開催します、この応募方法だったり、応募方法だったりいつ何するかをまとめております。見れるものもまとめてますので、よかったらインスタもそうですし、そのリットリンクのところね、見えます？リットリンク、ぜひチェックしてください。その参加方法だったり、時間だ、日程だったり、一応まとめてる。だからね、リットリンクあってよかったって思う。その SNS のまとめじゃなくて、自分のスケジュールもね、こんな感じでまとめて、実際本当に見てくれてる人いるから、やってよかったって。結構最近始めました。去年の11月くらいかな、始めたの。公演では最初の敵対心ルンへの愛、メンヘラじゃない、それメンヘラじゃないよ。転職 してなければ、うわ、してなければ、職場から歩いて3分だったのかな、横浜ビブレ。3分近っ、近っ。いやーちょっとお仕事お疲れ様ですってパッてすぐ行ける距離じゃん、転職してなかったら。25日当たったら行く予定だったけど、引っ越しが重なっちゃったので諦めました。そっか、まあ、引っ越しだね。それはちょっとバタバタするので、自分優先にしてください。あー、卒業イベントね、言えるかどうかはちょっと確認してみますね。転勤、転職じゃない、転勤だった。ごめんなさい、目が悪くて。
転勤だった。3月24日ね、ちょっと本当に開けといてください、開けといてください転職じゃなくて転勤、大変。もう時間決まったは決まったんだ。ね、今日。ちょっと待ってね。あ、ちょっと待って待って待って。おお。見てくれる。なるほどね。ね。今日の。今日の13時5分から連絡が来ました。おーおーほーほー、今ページ見てる。トークコーン、あ、でもトークは前より多い気がするけど、待って、これこっち、これも皆さんに送ります。他にちゃんと確認しないと。うん、実績、なるほどね。と、なんだっけ、マネージさん、なんだっけ、あと1日待ってほしい。ほうって言われたら明日まで。私よりマチャリンでしょって言えばワンチャン車いや引っ越しは大変だから、自分経験、ここは3個目の家なのだから、引っ越しの大変さは分かってるから、ちょっと何も言えない。例えば26日引っ越すと言われたら、じゃあ帰った方がいいよ、帰った方がいいよってなっちゃう、うん、3月23日、いや2月の、いやー iPhone 近すぎる、2月の24、25、3月の23、ややこしいよね。私も YouTube で3月の24とか言っちゃって、2月の24、25、3月の23だね。うん、日付変わって解禁ならば、このまま配信を続けちゃう。いや解禁はまだ。24劇場公演何？24はパミでしょ。待って、初ゆずりハマチャリのサインもらえるよ。ちなみにまだ考え中まだちゃんと考え中、まだ考え中。初ゆずり派のマチャ、ゆずり派のマチャリ、ゆずり派マチャリのサインだよ。結構バイト頑張ってる、イベント行く、お金貯めて、めちゃめちゃ可愛いんで、めちゃめちゃ可愛いんで、どうしようどうしよう、もう
かわいい、かわいいコメントが来ました、本当に。待って、かわいコメントかわいすぎて、もうおばはんはもう自腹で買ってあげたい。もう、うん。24遊びに来て。おお、生誕祭が、確かにそれは難しいよね。生誕祭、うん、それはちょっと自分の、生誕祭が普通公演だったら来いよって言うけど、生誕祭が、生誕が、それは、自分の気持ち優先かな、どっちが大事なのか決められない場合はちょっと濃いキュンキュン、裏表が古い少し失礼な質問かもしれないのですが、お話し会や握手会のようなイベントは卒業後は開催しますか？全然失礼じゃないよ。なんで？なんで失礼なの？全然そんな、ね、最後の握手会に行けなかったので、もしあるなら行きたいです。ありがとうございます。まあ、握手会は物理的にちょっと難しいかもしれない。握手会、物理的にねちょっと難しいかもしれないけど、会えるチャンスはいっぱい作るつもりです。ありがとうございます。そうなの、ちょっとね、でも具体的には今はイベントで、でも イベントね、いい意味でいろいろ解禁します。できなかったこともできるようになります。イベント中でか、イベント終わった後とか、それこそそのパミのイベントもそうですし、サインとかもね、トークだけじゃなくてサインとかもできるので。でもね、あれよ、あずきの X 見てて思った。ね、パミのイベントって多分、おそらくよ、私前聞いた話だけど、多分予約制、その場で購入できるわけではなくて予約するだと思う。だからその場で商品もらえないと思う、多分。だいぶ前これ言われたから多分ね。あ、予約って書いた。あ、じゃあ予約だね。そう、実物は展示だから、そうだね、その場でもらえるわけじゃないと思う。そう、全部予約の数字決めてから作り始めるみたいな。っていう
ことになるのね。イベントオープンでこんがらがる、こんがらがる、私よ、わら、こんがらがるって何ですか。朝10時行かないと予約間に合わないか。私もそれずっと疑問持ってて、え、そんなシステムなのって。それもちょっといろいろ聞きます。こんがらがる、混乱する、私。朝行って予約してサイン会の券もらって夕方イベント参加するイメージ。そうらしいね。待ち時間がないよね。その待ち時10時、私まだ家にいるって考えたら申し訳ない。本当に申し訳ない。朝5時出発します。今すぐマネージャーさんに聞きます。まずこちらの承知しました、ありがとうございます。そしてイベントページの、なんだろう、編集、変更、修正、なんかね、イベントの本当に私何でも配信で言っちゃうよね。え、まさみさんのためなら早起きなんで余裕です。ちょっとでもちょっと本当に自分もこのスケジュールなら自分だったらきついなって思うから、これはちょっと解決したい。何でも言っちゃうよね今私。今言いたいのはそのイベントの仮のチケットページ作ってもらったのね。でお見送りの、あ、お見送りじゃないわ、とあるもの、マチャリのみって書いてるのね。で今の本名のままのマチャリのね、あ、ここ新しい名前に、他のところは全部新しい名前になってるから、の編集、修正、変更、どう言えばいい、なんて言えばいいんだろう。普通に何でも配信って言っちゃう自分怖いな。なんて言うんだろう、イベント時でこちらの名前の変更お願いします、修正、そして24日のビレバンのイベントですが、ホームページでは10時整理券を取って、何時、何、修正でね。そう、うん、そっか、そろそろ新しいマジェリンを変化
辞書に登録しなければ、ぜひ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 。はじめまして。お、初見さん、はじめまして。何時からやったっけイベント。18時、10時行って18時にはあずき、あ、10 待って、10時行って18時にはあずき会で酔っ払ってて行けないかもしれない。待って待って待って、目的は何。まさにに会いに行くじゃなくて、パミのグッズを予約しに、あ、もう予約 したか、10時の段階じゃなくて、あずきに会いに行くの。さすがにやきもちするよ。そんな新しい茶の字何から変化したいの。え、茶って打ったら出てくるよ。茶ですか、ゆずり派は確実に出てくる。ゆずり派って書いて茶って読む。でもその文字も茶っていう読み方あるから、え、待って、じゃあ21日になったら私のウィキペディアもゆずり派の魔者になるのかな。どうだろう。え、シンプルな疑問21日になった瞬間自分のウィキペディアどうなるだろう。多分自分見る余裕がない。その瞬間術、その次多分めっちゃバタバタすると思う。そして24日のビレバンイベントですが、ホームページでは10時整理カウントって18時イベント開始で書いてますが、8時間、本当に長い。8時間かかるのは、マネージャーさん既読。なんか一瞬今その画面でね、ピュンってあれポンって出てきた。まだ売ってる、まだ。そして24日のビレバンイベントですが、ホームページでは10時整理券を取って18時イベント開始って書いてますが、待ち時、整理券の時間をもう少し遅くしていただけますでしょうか。ネット予約は一番いいよね、本当に。この解決方法はむずいな。そうだね、お昼いたら整理券どうだろう、どれくらいの方来てくれるっていうのも読めないですし、島内
じゃないですし、まあそもそも、まあ、みんな島内住んでるとかそういうわけじゃないけど、むしろ横浜の方が行きやすいっていう方もいるかもしれないけど、でも遠征組からしたらちょっとね、時間計らなければいけないですし、その3日前もね、3日前も東京にいたし、難しい。あー、剣は一人一枚なのか。そっか、誰、友達の剣も一緒に取るのは大丈夫なのか。確かにそれも書いてないよね。でもね、ネットはちょっと難しいかもしれない。あの予約がその日からだから。でもさすがに私8時間はまあ教えの愛でしのげるという言葉合ってるけど、疲れるよね。10時って何時起きだろうって話。5時に家出ますって米堂も来ましたし、心痛い。ああ、一人いっぱい買って後から来た人買えなくなる。あ、買う、ん、整理券もらうってこと。買うならあの全部予約制だからその問題がないんで、ないけど、あの100個買っても1000個買ってもあの在庫切れとかそういうのは全くないけど、そもそも予約制だし。けど整理券ね、それが整理券最大券2枚とか3枚とかならまだ。確かに整理券、そうだね、早起きになっちゃうよね。一応今聞きましたけど、飽きとく、どうだろう。自分もね、それ解決方法、まだ時間あるし、解決方法を考えて。そうだね、横浜行って買えないとか言われたらえーってなっちゃうよね。20日マチャリン卒業公演、23ピオ卒業公演、24横浜ビブレ、25浅草の予定だったのにな素敵なスケジュールお仕事めちゃめちゃしてますねお仕事めちゃめちゃしてますね。1会計で1枚ループすれば。でも整理券そんなにいります？だって一人整理券1枚で入れるし、トーク。そんなループしてたくさん整理券もらうのって意味なくない？まあ例えば友達が遅れちゃうからって友達の分もらうのは分かるけど、整理券いっぱいもらうのってね。ああ、なるほどね。レッツ、サインたくさん欲しいとか。でも結局トークって入れる人ってもうその場じゃない？自分が分身という特技持たない限り、整理券の分でサインもらえるとかそういうのじゃないと思う多分。え？整理券1枚でサイン1枚もらえるとかそういうのじゃないよね、私の記憶上。ごめんなさい、
今開いたら、 Google 開いたらミルフィーユ鍋出てきた。まだこの画面だった。美味しそう、美味しそう。うん、ね、あ、56分、時間そろそろやん。トーク&サイン会、なんだろう、トーク参加権、そう、整理券ってトーク参加券です。で、トークサイン参加券は2点以上ご購入でサイン会参加1会計で1枚渡す。ってことはトーク参加券5枚持ってても意味ないよ。整理券たくさん持ってても意味ないよ。あ、57分、まあ、とりあえずこの問題はマネージャーさんに相談してるので、ちょっと待ってください。58分、あ、ランキング読みます。汗、あ、この汗はあと1週間後はもうなくなるんだ。あ、ちょっと多分ね、来月、再来月になったら、そういえば24時までめっちゃ焦った。はい、行きます。13位はヤピさんです。12位はニャンパンさんです。11位はナーニャーさん、ニャーニャー神推しさんです。10位はあずささんです。9位はフォーユーさんです。リコーチも大好きです。8位はオクチーさんです。7位はレオーネさんです。6位はエアビスさんです。5位はフーさんです、ありがとうございます。4位はイソモンさんです、ありがとうございます。3位はサトルさんです、ありがとうございます。さ、2位はおしぎたんです。配信ありがとう。ささやきラジオ聞き、あ、ささやきラジオ聞き言ってくれてありがとうございます。そうだね、方言めっちゃ難しかった、全然わからなかった。最後1位はパンダマルさんです。マチャリンいつもギリギリ政治なんで、今みたいな気をつけてね。映像編集も確定申告もそうだね、卒業までにはね、出したいけど、あ、意外と間に合った、あと45秒ない。はい、ではもろもろ宣伝したいんですけど、とりあえずSNS のこのリットリンクのところ見てくれたら、まあビレバンさんだったり和芸さんだったりもろもろいろいろ情報載ってます。この間のね、テクテク散歩もそうですし、あー、テクテク散歩、あー、違う、待ってテクテク散歩押しちゃった。はい、いろいろもろもろぜひリットリンク見てください。マチの X、 インスタグラム、ショールーム、 YouTube、 TikTok多いな、ぜひ全部チェックしていただけたらと思います。じゃあ皆さん、今日もありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ、また長くなっ